はい、おはようございます。久しぶりに事務所で収録で、事務所にはねちょこちょこと来てたんですけど、なかなか収録する時間がなくて、はい、ようやく久しぶりに回しております。さっきね撮ってきて、この茶の花知ってる人もいるかな、マールブランシュさんのね抹茶味のラングド社に、ちゃんと紹介しようか。おこい茶のラングド社にホワイトチョコレートを、オリジナルのホワイトチョコらしいですよ。別に回しもんでもなんでもないけど、おこい茶のラングド社にオリジナルのホワイトチョコをサンとしたお菓子でございます。もう非常に人気でね。マールブランシュさんといえば今これみたいな感じにはなってるけど、いっぱいあるのよ、他にもね。毎年お世話になってるお仕事の、その、クライアントさんの窓口になってはる方が、そのお仕事が一段落すると送ってきてくれはるんです、毎回ね。で、そこのなんか社長さんが、ここの社長さんと仲良しらしくて、これを贈答用によく使ってはるみたいです。はい。いただきます。ラングド社をボロボロこぼさずにうまいこと食べる方法ってなんかないの？もう一口で食べるしかないの、これは。だからよくやるのは、もうこの時点で割ってさ、食べようとするんやけど、うん、この時点で割るとね、ラングドシャって大体ね、中でボロボロになるのよ。ので、この大きさのあるもんを、一口で、いつも食べてるんですけど、今日は、ほうじ茶と、桑の葉茶、ビルベリーの葉っぱのお茶のブレンドです。でね、今日そうそう。今日なんか桜の日なんやって嘘ついてる？ 3 月27日って桜の日らしいよ。まあぼちぼちね、いろんなとこで、開花の知らせも入ってますが、今日はこの、桜材のパイプ。これね、よく見ると日本の桜やと思うねんな。よくあるのは、チェリーパイプって、一つ、ジャンルが、パイプの中でもあってね。よくシャーロック・ホームズなんかが、人と議論をするときに、チェリーパイプを使ってるみたいな表現がよくあるんですが、そのチェリーパイプのチェリーっていうのは、桜じゃなくて、いわゆるそのアメリカンチェリーなんです。で、日本の桜の木より、こう、材質としてはすごい詰まってるらしくて、パイプにしても、まあ、燃えんねんけどね。ブライヤーってパイプってね、普通はブライヤーっていう硬い木の根っこみたいなのを使って削り出して作るんですけど、普通の木材を使うと、ほんまはパイプって燃えちゃうので、あまり使わないんですが、すごく香りがいいので、チリパイプってね、よく使われるんですけど、これはね、どこで買ったんだっけな、もう2本ぐらい、もう一つ皿があるんやけど、これ、正味の、日本、いわゆる、桜やと思う。アメリカンチェリーっていうのはね、どっちかというと、山桜に近い、だ燻製とかに使う桜のチップ、あれの木材なんです。ので、香りがすごくいいんですけど、正直ね、この日本の、もうこれ何の桜なんかやらん。
ソメイヨシノとかじゃ多分ないような、うん。いわゆる日本の桜の、あの、木を使うとね、その香りはそうでもない。正直。でもなんかね、フォルムが面白いので、この時期になると引っ張り出し器ってよく使ってるんですが、に、今日は、ロバート・マッコーネルさんのフレークを入れて、吸いたいと思います。あ、まあ、でも、なんとなく、この吸い口もね、面白いことにこう、桜の枝使ってるんですね。こんなまっすぐなとこあるんかなと思うんやけど。桜の木を使って吸ってるっていう考えだけのもんですが、正直。その考えに、この時期に浸るためだけに、ドキドキ使ってます。はい。でね、新しいカメラ買いまして、これは今ね、ずっと使ってるパナソニックのカメラなんですけど、2台パナソニックのカメラがあって、で、いわゆる GoPro ってアクションカムも1台あって、で、iPhone 用のあのジンバルもあって、iPhone 用のジンバルじゃねえよ。処分したのはあっちか。あの、大きいカメラ用のジンバルがあったんですけど、それも処分して、3つぐらい処分し、下取りしてもらって、で、さらに若干お金を足してまで買ったのは、この、DJI。ドローンで有名な会社なんですけど、DJI の、あの、オズモポケット3っていうね、よく、YouTuber さん、Vlog 系の YouTuber さんがよく使ってるカメラなんですけど、まあ、いわゆるジンバルとアクションカムを一緒にくっつけたような状態のものです。はい、これね、買ってね、何をしようかと思ってるっていうと、この4月1日2日、1泊2日で、息子さんと金沢へちょっと旅行に行ってこうと思ってまして、その時に金沢で若干まあ Vlog 的なものを撮っていこうかなと。だいぶ前にあの香川行ってさ、うどんをおっさんが7杯食べるだけの動画を出したんですが、それがことのほか関係者にはというか、堀江の動画を見てくれてる人には限定で、評判よくって、まあ、ああいうやつ撮ったら、もっと撮ったらいいのにって言われたので、もう撮ってみようかなと思って、ちょっと今回、やってみようかなと思います。ええ。この DJI オズモポケット3ってやつをね、しばらく、ここを買ってからね、今1週間ぐらいかな。しばらくいろいろ撮ったりとかして使ってるんですけど、非常に面白いカメラで、YouTube なんかで、ポケット3で探したら何もでも紹介動画出てくるので、紹介は別にもうそっちの動画見ていただいていいかなと思うんですけど、すごく面白いので、どんな動画になるか期待しておいてください。はい。今日あと、ああ、もうでも昼か。さっきさ、すごいショックなことがあってさ、USB-C の口をライトニングに変換するアダプターを買おうと思ったのね。で、昨日発注して今日届くし、先届いたっていうその知らせが
アマゾンさんなんで、まあ、あの、ちっちゃいもんなんでね、郵便受けに入れてくれるんですけど、届いたっていうので、さっき見に行ってみたら、まあ、それは俺のミスなのよ。それはもう、堀江側のミスなんですが、USB-C を、ライトニングに、変換するやつじゃなくて、ライトニングを USB-C に変換するプラグが届きまして、先ほどもう一回、頼み直しました。ライトニングを USB をライトニングに変換するやつは持ってんねんな、いくつも。なんであんな間違いしたんかな。まあでも写真がちょっとね、紛らわしかったっていうのはある。まあでもそれはちゃんと確認してたら分かったことですしね。言わんとこ。うん。な感じで。若干ちっちゃいことで凹んでますが。お昼ご飯何でしょうかな、今日。2時ぐらいまでね、事務所にいるので。あ、あれ食べよっか。あれ。ココイチさんの、ルーローカレーっていうのが出てるので、ほんまにあれがその、こっちが求めてるルーロー飯のルーローなのか、ただの豚角煮が乗ってるだけなのかっていうのを検証したいと思いますね。これ見る人は多分この動画を見て生配信を早速見ようかっていう人は多分いないと思うので、両方アーカイブ的な見方になると思いますが、見てください。はい、じゃあね、バイバイ。見つかります。